ウィークリー声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋の香りです。さて、2021年も残すところわずかとなりました。今年も新型コロナウイルス感染症に振り回された1年でしたが、楽しい年末年始を迎えるためにも、密閉、密集、密接を避け、症状がなくてもマスクを着用するなどして、どうか引き続き基本的な感染防止対策に気を配りながらお過ごしください。さあ、それでは早速今週の内容をご紹介しましょう。今週は今年最後の放送として、毎年年末の築地場外市場の情報をお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリー声の架け橋、この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします。改めまして、こんにちは、秋の香りです。今週は年末年始の築地場外市場の情報として、お二人の理事長のお話、そして築地の総合案内所プラット築地の山崎さんのお話をお届けします。はじめに NPO 法人築地食のまちづくり協議会からこの方のお話をお聞きください。NPO 法人築地食のまちづくり協議会理事長の北田と申します。どうぞよろしくお願いします。まずは今年1年を振り返っての感想をお聞かせください。今年はもうとにかく年明けからですね、緊急事態宣言になりましてね、とにかくまずはその感染拡大を防ぐということが最優先になりましたんで、街にね、お客さんに来ていただきたいのは山々だったんですけれども、そういった施策なりなんなりは一切できなかったという1年でした。その間にね、大きなイベントであるそのオリンピックがありましたけれども、無事にね、そのオリンピックは開催できて、大変私たちも勇気づけられた、いいプレーもね、たくさんありました。ですが、地元の中央区でもですね、選手村があり、それから築地には、いわゆる交通のですね、オリンピック関係車両の待機ステーションもありましてね、そういった方々に築地を楽しんでいただけるっていうのが、もともとのこう期待感が非常に大きかったものですから、それがその感染拡大を防ぐということでですね、それが最優先になりまして、本当にゼロに近くというか、その皆さん本当にきちんと守ってくださっていて、そういった、にぎわいというか、そういったことは、なかったのは本当に残念でしたね。ちょっと寂しかったなというふうに思います。その後ですね、秋になりましてね、ようやくこの感染の拡大が収まって、どんどん収束に向かって今、これは一時的かどうか分かりませんけれども、収束に向かってですね、10月になり、ようやくその緊急事態が明けたということで、お客様も徐々に戻りつつあると。今はプロのお客様と、それからどちらかというとやはりその近隣のですね、築地に買い物に来てくださるという買い物目的のお客様が非常に多くてですね、そういったお客様にとっては非常に今買いやすい環境になっているのかなというふうに思ってます。思うようなことができなかった大変な1年だったと思いますが、最近の街の様子はいかがですか？ようやく秋になってですね、中央区のご支援のもとに秋祭りというものをやりました。ようやくその緊急事態を明けて何かできないかということで、築地の場外市場では、築地大感謝祭という形で、売り出しを行いました。3日間でしたけれども、久しぶりにそのお客さんがたくさんこう来てくださってですね、ようやくその皆さんの目にそのなんか輝きというかですね、私たちもこう前向きにこう商売ができるようになってきたというところで、働いている皆さん見ててもですね、やっぱり築地はお客さんが来てこう忙しい思いしているのが一番いいよねということでね、皆さん嬉しそうな顔でね、商売されてたなというふうに思います。ようやくちょっとこうにぎわいが戻ってきたのかなというふうに少し安心をしたという感じです。にぎわいが戻り始めたようで本当に良かったですね。では
年末についてはいかがですか？年末のですね、買い出しはやっぱり築地でということで、今年のキャッチフレーズはやっぱり築地で買いたいということになってます。特にその23日以降はですね、26日日曜日ですけれども、普段市場お休みですけれども、26日も営業をしますので、まあある程度その日持ちのするようなものはですね、混雑する前にゆっくりお買い物されるのがいいのかなというふうに思います。で、駐車場もですね、今回また臨時の駐車場も確保できたようですので、お車のお買い物も可能かと思います。ただやはりその感染はですね、随分収まっているとはいえ、まだその感染に対してのですね、警戒は怠ってはいけないと私たちも思ってますので、きちんとそのマスクをしてくださるということと、それから手洗い、それから店頭のアルコールですね、各店舗に設置してありますので、そこでの消毒のご協力をお願いすることと、あとはそのやはり混雑しますので、可能であれば少ない人数でのお買い物をされるのがよろしいかなというふうに思っております。では最後に来年の抱負をお聞かせください。いよいよですね、築地はですね、これから築地市場の跡地のですね、プランとかもですね、具体化していくというふうに思っています。そういう中で、築地の特に場外市場はですね、私たちにとってはですね、この築地がその腕が上がる食の街ということで、食に関わる商売をですね、ずっとこれから未来永劫を続けていきたいというふうに考えていますので、とにかくその自分たちができることを、一つ一つやりながらですね、環境が許せばまたその、観光のお客様、あるいはその海外のお客様も来てくださるでしょうし、その時に、期待されるものを裏切らないような形で、まあ、いろんな形で楽しめるその築地になっていきたいなというふうに思っています。北田理事長、ありがとうございました。続いて築地魚河岸事業協議会からこの方のお話をお聞きください。築地魚河岸事業協議会の理事長、楠本でございます。よろしくお願いします。まずは今年を振り返っての感想をお願いします。今年はですね、コロナで始まりまして、当初は少し落ち着いてきたというような雰囲気も年始めありまして、これは夏ぐらいにはそこそこコロナも収まってですね、営業活動も人の流れも少しこう戻ってくるのかなというふうに思っていたんですけども、期待に反しまして、第5波というような形で、夏8月9月に向けてまたかなりの感染者が出てしまったということだったもんですから、年始めに期待してたような動きにはならなかったということですけども、ただそんな中でですね、やはりステイホームというような形で、お宅で、みんなでご飯食べましょうと、お家で過ごしましょうということのですね、中で、お家でお料理を作って、家族みんなで食べようというような動きがですね、それは去年から続いていたことなんですけども、今年も引き続きその動きは残っていたというふうに思いますので、私ども魚河岸の施設にもですね、特に土曜日はたくさんの方にお買い物に来ていただいて、非常に私どもとしては頑張った甲斐があるなというような気がしております。特に印象に残ったと言いますとですね、8月9月のですね、一番第5波ですかの、ほとんどピークというか、かなり厳しい時にですね、それでもお買い物に来てくださるお客様がたくさんいらしたのということで、非常にありがたいことだなというふうに思っております。やはりですね、私どももそうですけども、中国さんはじめですね、皆さんが築地の盛り上がりというかですね、どうやって築地を盛り上げていこうということを真剣に考えて一生懸命やってきた結果、その辺が認知していただけたのかなと。ですから特に近隣の、中国の皆様方にはですね、非常にたくさんの方にお買い物に来ていただいているという印象が強いです。苦労の中に励みもあった1年だったんですね。
では最近の施設の様子はいかがですか？やはりですね、10月に非常事態宣言が解除された後ですね、感染者の数も少なくなってきているというようなところから、皆さんかなりこう外に出られるということに対してですね、なんて言うんですかね、楽しみを見つけられているというか、今まで我慢していたことをですね、少しずつやっていこうというような雰囲気は非常に見えると思います。ですから場外も含めましてですね、私ども魚河岸の施設内も、やはりこう、なんて言うんですかね、今まで買い物にもちろん来てくださるという方も多かったんですが、プラスですね、なんかこうちょっと遊びに来たと、築地魚河岸どんなのかな、見てみようというような方もですね、増えてきているような気がいたします。それとですね、やはりプロの方、ご商売をされている方がですね、だんだん元気を少しずつ取り戻してこられていて、そういう方が朝のうちというか午前中の早い時間も含めて、たくさんこう買い出しにいらしていただいていると、その辺もですね、やっぱり町が活気づいている原因であるな、そういうふうに思っています。やはり築地はですね、もともとプロの方に愛されて、プロの方に利用していただいて、で、プロの人が使ういい商品を一般の方も買えるということが、築地魚河岸のコンセプトとなっていますので、もちろんマスク越しで、距離をきちんと保って、ということですけども、お客様とお話をしながら私たちは商品を売っているということなもんですから、それが少しずつ戻ってきたというのは嬉しいことだなというふうに思います。お互いの顔を見ながらの買い物は築地の魅力の一つですよね。では年末に関してはいかがでしょうか？年末はですね、去年の年末も、厳しい状況の中で、非常にたくさんの方にご利用いただいたということで、今年もですね、同じようにまたそれ以上にご利用いただけるんじゃないかというふうに、期待はしております。もちろん消毒、それからマスク、そしてソーシャルディスタンスを守るというようなこととか、入り口での検温についてもですね、去年同様今年もきちんとやらせていただいて、中のその人混みの混雑具合もですね、調整しながら入り口でその辺をコントロールできるような形で、あまり中がこう密にならないような形の万全の注意を払って、営業していきたいと思っております。では最後に来年の抱負をお聞かせください。来年はですね、コロナも落ち着いて、皆さんの生活がより通常に近い形に戻っていくんじゃないかというふうに期待しておりますので、それに合わせてですね、魚河岸の方も、頑張って皆さんの期待に応えていきたいというふうには思っています。合わせて、来年ですね、魚河岸といたしましては、今まで近隣の皆様にお買い物をいただいているプラスですね、お買い物をいただいた商品を手軽にお届けしたりとかですね、もうちょっと範囲を広げて皆さんに便利に使っていただけるようなサービスをやりたいなというふうには思っておりますので、来年築地魚河岸はですね、また新しい1ページを開けることになると思います。ぜひ皆さんのご利用をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。楠本理事長、ありがとうございました。さて続いてはリポーターの新宮志保さんが築地場外市場の総合案内所プラット築地の山崎さんにお話を伺ってきました。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。いよいよ今年も残すところわずかとなりました。多くの方にとって苦労の絶えない一年だったかもしれません。そんな一年を振り払うためにも、おいしいおせち料理を食卓に並べたいですよね。そこで今年最後の私のレポートは、おいしい食材が所狭しと並んでいる築地場外市場の年末お買い物情報をお届けします。それではここからのお話はプラット築地マネージャーの山崎佳子さんに伺ってまいります。山崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは今年令和3年を振り返っての感想をお聞かせください。
いつもの年よりも楽しいイベントが少し少なかったような気がします。ちょっと残念でしたけれども、まあ、後半になりまして、イベントも少しずつ場外市場でもしてまいりまして、お客様も来年は今年より良い年にしたいという方が多いと思いますので、お正月いいものを揃えて、年を迎えたいということでお客様も増えてくるのではないかなと思います。やはり築地場外市場での年末のお買い物となると本当に混雑するイメージがあるんですが、ぜひ上手なお買い物の仕方教えていただけますでしょうか。はい、できるだけ早くお買い物にお越しいただきまして、築地は朝早くからお店も開いておりますので、そうですね、だいたい9時ぐらいまでにはいらっしゃると、比較的、空いている状態でお買い物ができると思います。まあ、お買い物のコツですけれども、買い物リストを作っていただきまして、事前に買いたいお店をチェック、それから歩きやすい靴と動きやすい服装でいらっしゃるのがおすすめです。まあ、こういったものを買いたいんだけどどこで買ったらいいかわからない、そういった方にはプラット築地の、そうですね、私たちが皆様のサポートをさせていただきます。お買い物するときに注意してほしいポイントがあればぜひ教えてください。はい、貴重品はしっかりとお持ちいただきまして、それからすりや置き引きには十分ご注意ください。それからはぐれてしまうなんてお客様も増えますので、ぜひ待ち合わせの場所を決めておくとよろしいと思います。年末はいつまで築地はやってるんでしょうか。はい、12月の30日まで営業しておりまして、31日は自由営業となります。そして年明けが、はい、年明けは1月の5日から営業いたします。お店の情報は、公式のウェブサイトにも載っているということですね。はい、お店のリスト、買い方のコツなども、ご紹介しております。詳しくは築地場外市場の公式ウェブサイトをぜひご覧いただければと思います。それでは山崎さんから最後にリスナーの皆さんへメッセージをいただきます。今年1年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様良いお年をお迎えくださいませ。ぜひ来年も築地場外市場でのお買い物、お食事楽しんでいただければと思います。ここまではプラット築地マネージャーの山崎よし子さんにお話を伺いました。今年も本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。いかがでしたか。お店側はもちろんですが、皆さんも感染症防止対策をしっかり整えて築地でのお買い物をお楽しみください。またお近くの商店街も上手に使って楽しく美味しいお正月をどうぞお迎えください。